教科書で教えてもらえない。ちゃった。食べすぎてしまった。買いすぎてしまった。ってしまったは残念な気持ちの時に使います。こんなに熱い本を全部読んでしまいました。 今日の仕事を全部終わってしまいました。たくさんあるものや長いことが全部終わった時にも使います。ってしまいました。ってしまったはカジュアルに言う時にはちゃいました。ちゃった。 になります。でも、アニメやドラマでこんな場面を見たことがありませんか昨日田中先輩と話しちゃった。これは残念な気持ちや何かが終わったことだと思いますか 違いますよね。反対に、これは、嬉しい気持ちですよね。日曜日、動物園に連れて行ってもらっちゃった。このように、嬉しい気持ちを表すときにも、ちゃったを使えます。 ずっと欲しかったブランドのカバンを買っちゃった。でも、このような時はどうでしょうか。ブランドのカバンを買っちゃった。この言葉だけでは、買って後悔しているのか、嬉しいのか、わかりません。 このような表情をしていたら後悔していますね。でもこのような表情だったら嬉しい気持ちですよね。ブランドのカバンを買っちゃった言葉だけではどちらの気持ちかわからないときには 表情で判断します。この女性は、このたかしくんという男性が好きです。今日たかしくんに話しかけられちゃった。この場合は、嬉しいんだろうな、ということがわかります。 よかったね。こういう返事になりますよね。でも、今日たかしくんに話しかけられちゃった。こんな表情と声のトーンで言われたらどうでしょうか。嫌だったのこういう返事になりますよね。 うん、今日化粧してなかったから。ああ、なるほど。今日は会いたくなかったんだね。全く同じ言葉でも、表情や声のトーンで意味が変わります。今日、たかしくんに話しかけられてしまった。ってしまった。 は、嬉しい気持ちの時には使いません。彼にプロポーズされちゃった。難しい曲弾けちゃった。先生に褒められちゃった。友達に誕生日パーティーに呼ばれちゃった。ここまで見て何か 気づきましたか大人の男性がいませんね。残念な気持ちのチャッターは男性が使ってもいいですが、嬉しい時には男性はあまり使いません。使ったらいけないわけではないですが、 女性や子供っぽくなります。チャッタを使うときには「嬉しすぎて我慢できない」というニュアンスです。みなさんが我慢できないぐらいすごく嬉しかったことは何ですかとても嬉しいと思ったときには「チャッタ、 を使ってみてください。最後まで見てくれてありがとうございました。Instagram、Twitter、ウェブサイトもあります。ぜひ見てください。チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。